よお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。はい、レシート紹介のコーナーなんですけどね、今回はね、レシートっていうよりは、食券の半券ですね。そう、こう半分をね、こうビリッと破いてね、店員に渡して、そのまあ残りですね。まあだから実質、領収書みたいなもんですね。ジバニャンの腹巻きもね、こういう風にね、ビリッてね、破きたいですね。で、今回はね、これどこの味噌大とね、クラシックビールなのかっていうとね、札幌のね、すすきのにある、スミレっていう有名なね、ラーメン屋さんのね、半券ですね。はい、ウィスパー色もしくはコマさん色の紙ですね。同じ時にね、購入したんで、こう、連番になってますね。76番と77番。ラッキーセブンですね。はい、そう、スミレのね、味噌の大盛りとね、札幌クラシックビールですね。これは頼みました。ね、味噌の台が1000円で、クラシックビールが500円ですね。はい、そう、大盛り。俺様ね、昔、大盛さんっていう知り合いの人がいてね、ロリババアみたいな見た目だったからね、ラーメンとかご飯の大盛はね、ロリババアって呼んでるんですけどね。はい、まあそれはどうでもいいんですけど。で、やっぱりね、有名店だけあって、すごくね、行列がありましたね。でもね、並んだ甲斐があるぐらいにはね、エクセレントな味だったと思います。はい、味噌ラーメン大とね、やっぱりね、ラーメンと一緒にね、ビールを飲みたくなりますよね。ねえ、なかなかね、平日の昼間とかはね、ラーメン食べても一緒にビールは飲めないんですけどね、こう休みの日とかね、バカンス中はね、あれですよね、ビール飲みたいですよね。ということでね、一緒にビールをね、頼みました。そう、北海道なんでね、札幌クラシックですね。はい。ということでね、今回はね、札幌のね、スミレのレシートというか、まあ、半券ですね。まあ、レシートみたいなもんですね。そう、スミレといえばね、ちびまる子ババアのね、お母さんはね、スミレババアって名前だったと思います。はい。それではさようなら。ボーボー。ブーボー、ブーボー、ブーボー。ブーボー、ブーボー、ブーボー。ブーボー、燃やす。